えー、皆さんこんにちはレクセリー講師の野村です、えー、それではですね、えー、今回は、えー、アフターコロナの公務員というところでこの、えー、ですね、えー、コロナによってですね、えー、社会が大きく激減してしまった状態の中でですね、えー、公務員があどんなね活動をしているかとかあどんな風にですね仕事をしているかみたいな話ですねまあ、あるいはこうどういう風なですね状況になっているかみたいなあそんな話をですねさせていただければというふうに思っております、えー、よろしくお願いいたします えー、そしたらですねまずですね、まあ、アフターコロナということなんですね、ま,あ、まだまだウィズコロナかなという状況ではあるんですけれども、そんな状況でですね公務員がどんな仕事をしているかとか、そんなな話になってきますね、はいえー、まずですねやっぱりねあの、公務員の皆さんはです、ね、基本程度、ね、どっかの写真も書いてあるところなんですけれども、おやっぱりですねやっぱりこういう状況で、やっぱり普段の生活が失われてしまっているという状況があると思うんですね。 そなでで、ね、何とか元に戻れるように、何とか少しでも、ね、元とは言わないまでも、なんとか日常生活を普通に送れるようにというところで,です、ねえー、懸命にこう働いているわけですね、まあ、もちろん皆さんもテレビなんかで補助金の給付がすごく大変だとか、あーね、話を聞くと思うんですね。 あのね、もろもろ給付金とかね、はいで、実際にそういうのも結構やっておりますし、えー、私のね、やっぱり、ね、教え子なんかでも、ですねなんかこの間、よくなんかメールかなんかでもらうんだけれども、連絡もらってね、先生、私、もともとこうだったんだけれども、急きょコロナ関係の部署に行って、こういう仕事をするようになりましたと、で連絡もらったりをしてるんですね、で結構そうすると、まあ、かなり懸命に働いてくれていまして、ですね、えー、まあちょっと細かいなはちょっと,とまずいと言いませんけれども、結構働いていて、一部やっぱちょっとですねあの、夜ちょっと遅くなっちゃうなんてこともあったりするらしいんですね。ただまあそれでもやっぱり やっぱりあのなんとかねあの国民、ないしこう、まあ、都民とか県民とかあのために懸命働いているという状況ですね、なんとかこう少しでもですね日常ができるようにということで、一生懸命皆さん働いています。他にも例えばですねコロナ関係の直接じゃなくても、もともとのところが違っていて、給付金の部署に行ってですねお金を出さなきゃいけなかったりとか、そういったですねこともしていますしまた、そういったですね特別なもの以外の、ね、仕事をしている人もいますよね。 で普通の公務員の方は、ですねもちろん一部の方は、ね、あのテレワークなんかもありますよ、ね、そう,う私やってる教え子なんかはいますし、えー、というのも結構います。まあ、ですがあ、一方でやっぱり、ですね、あのー、どんな状況であっても、やはりですね一部の公務員の方は、やっぱり懸命に、です、ね、あんとか現場にいなくてはいけない仕事っていっぱいあるんですね。 例えば、昨今話になっている虐待とかそういった部署の方は、まあ、確かに感、ね、染とは怖いけれどもやはりそれよりやっぱり人命がかかっているから頑張って質疑するんだという形でけ懸命にです、ね、なるべくこうお問題は起こらないようにということで働いている方がいます、まあ、そういう形で,です、ね、一応公務員の方々が、ね、こんな状況であってもなんとか国民のです、ねえー、皆さんに普通の生活できるようにと。 なんとかそういうう方で、えー、懸命働いていいてます、まあ、そういった、ね、こういう状況でもなんとか人のため世のため人のため働きたいという方はぜひですね、こういう状況でやはり、まあ、もちろん、ね、民間の方が結構頑張って、なんとか新しいことをしようということでもね、かたか考えてられている方も多いですけれども、やっぱりわざ結局最終的にこういったです、ね、公の公務員の方々が公務,員の方公務員になって、ですね世の中をなんとかなんとか保ちたい、なんとか議場を研ぎ戻したい、そういった世のため人で働きたいという方にとってもね、こういう、まあ、危機的な状況なんかでね、 ぜひ頑張ってみたいという方がいらっしゃったら、ぜひね、公務員を目指していただければあいいかなと思います。はい、もちろんね、それなで公務員もいろんな職種がありますから、どういうレベルで助けたいのか、結構変わってきますから、まあ、そういったね、えー、ことでちょっと聞いてみたいということがありましたらあ、我々ですね、オンライン諸々の相談もしていますので、各校舎等に連絡をいただけば、話をさせていただこうかなと思っています。 あとはもう一方、はい、気になりますのが、公務員の生活は大丈夫なのかということですね、なんとなく報道どうで聞いている方もいらっしゃると思いますけれども、基本的に、ね、公務員に関しましては、やっぱりね、まあ、の生活の安定は保たれていますね。一応だからその、まあ、言い方あれですけれども、休業等についてはそのまま維持されていまして、でそれでまあ頑張ってられている。逆に、だからこそ、まあ、あね、あの積極的に政策打ったりとか、積極的に頑張ったりとかできるというふうになりますけどね、だからそこら辺はちょっとまあ一応、安定はされているということですね。え特にこう削られるところはありませんので。はい こういう形でですね、まあ一応まあ まあ前提生活安定ありますけどどの生活安定した上で、なんと世のため、人のため、こういった状況、危機的状況で、なんとか自分を貢献したいという方はです、ね、ぜ、え、ひ、ー、公務員を目指していただけるといいんじゃないのかなという,う思いますよということですね。はい、私の教え子なんかもかなり懸命に働いているという話をよく聞いておりますので、皆さんもぜひ、ね、それでなんとか、なんとかですね、あのなんとかまあ元に戻らないとは思いますけど、できるだけ元に戻せるようなあ、ね、あのこの変革期の中で、えー、世の中と働きたいという方は、ぜひ公務員を目指していただければあいいかなというふうに思います。 以上はですね。まず、アフターコロナの公務員という話でした。失礼いたします。